にちは、カナチューブの一ノ瀬カナです。ファッションドリーマー、今までね、皆さんと一緒に見てきたのがゲームのね、スタートのチュートリアルの一部で、その後にも例えばお洋服がもらえますよっていうガチャガチャとか、マイブランドのアイテムが自由に作れちゃうよっていうアイテムクリエイト、一気に増えました。今回そのチュートリアル後からできるようになるオンラインモードっていうモードが今やっているモードの他にあるんですよ。オンラインだとこんなに実在する人間同士がファッションドリーマーを通じてつながることができるっていう、このオンラインモード知らないでファッションドリーマー諦めてる人もったいないので、本当にこれは見てほしいです。まだね、ファッションドリーマーゲットするの迷ってるよっていう人とか、チュートリアルでちょっとくじけてるよっていう人とか、ぜひね、この動画を参考にまたチャレンジしてみてほしいです。ということで今回もやっていきましょう。初オンラインモード、どんな感じなんだろう。あ、この1回目に作ったミューズ、これは同じですね。そのまま引き継ぎで使えるみたいです。これですね、コクーンホープ。これさ、今1個しか選べないんだけどさ、これ絶対なんか増えるやつだよね、追加コンテンツ的な。なんかもう12月に配信決定してますけど、これはまた場所いろんなところ行けるようになったりとかするんじゃないかなっていう予想をしています。イブへようこそ。私はあなたの活動をサポートするガイドミューズです。どうも。それでは早速始めていきましょう。チュートリアル、まあ一応ね、ここは初めてオンライン使うんで出てきますね。オンラインモードではコーデやアイテムに対して ZR ボタンでアクションを行うことができます。おお、新しい。コーデやアイテムに関するプレイヤーミューズの情報を確認できるほか、好きとありがとうのスタンプを送ることができます。またプロフィールからフォローをしたり、公開されているショールームを見に行くこともできます。そうなんですよ、これね、ちょっと動画にはできてない部分の要素になっちゃうんですけど、お洋服とか家具を使っていろいろ可愛くデコレーションするみたいな感じなのかなっていう要素が追加されまして、まあ、それがここでできるんですけど、このマイショールームってところから。その要素が増えたので、それをオンラインで会った人のやつも見に行けるよっていうことかなと思います。フォロワーが、107人になって、ブロンズインフルエンサーっていう称号をもらっている感じになります。で、お洋服もさらっと変えたんで。かわいいっしょ。私。はい、ということで、じゃあ、これ何すればいいの。とりあえずオンラインモードにはなってるのよね、これ。パッと見あんまり大きな違いはなさそうだけど、じゃあまずちょっとルカットどんな感じになるかやってみるか。おお、あ、出てきた。チュートリアル、プレイヤーミューズ。オンラインモードでは頭の上にフォロワー数が表示されたミューズを見かけることがあります。これはプレイヤーミューズという、あなたと別のイブで遊んでるプレイヤーです。じゃあこれがあれだ、本当の人間の、本当の人間のっていうか、世界中にいる誰かさんがやっているプレイヤーってことだ。ルカットをすればインターネットを通じて相手のプレイヤーにあなたのコーディネートが提案されます。だってマジちょっと怖いけどね。こんにちは。はい、こんにちは。コーディチェックさせてください。レンさん、こんにちは。プロで統一されてる感じ。じゃあちょっと初めてオンラインでルカットさせていただきます。あ、で、ここちょっと違う部分あるかな。で、相手のプレイヤーさん、私も最初の頃さ、設定したみたいに、お気に入りの色とか柄とか、欲しいもののスタイルとかっていうのが出てくるんですね。この子は黒が好きですって言ってるから、やっぱ黒。で、シンプルめが好きなんで、あんま柄はない方がいいのかなって感じかな。やってみっか。黒ね。とりあえず黒。黒メインで。そこまでブリプリしない。過ぎない方がいいのかなっていう感じなのかしら。オンライン上でもマイアイテムとお手軽どっちも使えますね。これはありがたい。やっぱ自分の服だけじゃまだちょっとね、物足りないよね。あ、柄になっちゃった。スタートから柄選んでるけど大丈夫そう。デニムタイトスカート。あ、これ後ろスリット入ってるよ。めっちゃ可愛い。どっかで差し色も入れたい。でもさ、こういうちょっとさ、クールめなさ、見た目のお母さんとかお姉さんがさ、こういう差し色でピンクとか使ってるとちょっとさ、キュンとしない？私結構好きなんだよね。あ、これ私の好みだから、わかんないけど。まあ、どっかのね、アイテムとかでも、まあ、ちょっとこれいいなって思ってもらえるものが一個でも入ってくるといいかなとは思いますけどね。まあ、いいや、ちょっと一回仮でこれでやってみますね。トレンド、黒×シンプル。あ、なに？なんか今、5個みたいな、あったよね。カラーついてたよね。あれで色のバランス見れるってこと？はい。
あ、カラーパレットも出た。この今もらったカラーパレットを使って自分好みのアイテムをね作り出すことができるんですよ。すごいよ、シルバーじゃない？この子 1.31K どのぐらいいるのか分かんないんだけど、まあ多いよねきっと。コーデチェックさせてください。ワイイングさん、ごめんなさい、ちょっと読めないんですけど、え、このワンピースかわいい、形がちょっと変わったね、デザインで私好きですね。はい、お気に入りの白、伝統柄、ドレス、エレガント、まあ、とりあえず白か。伝統柄はちょっと難しいかもだけど、ドレス、エレガント、ドレスが欲しいの？ドレスってまででもいかないけども、お、こういうこと？ミルキーウェイドレス、これさっきね私手に入れたんですけど、これはドレス部類だね。白も入ってるしいい感じ、エレガント、伝統柄だもんね、七夕だから合ってますねこれ。でも可愛い系も好きそうだったからさ、ちょっと可愛いイヤリングでもつけちゃっていいっすか？じゃあこれでやってみよう。ブランド白ドレスエレガント、色の相性がバッチリだって。すごいね、今までさなんかガールズモードとかさ、ファンタジアっていうブランド確かあったけど、そういうところではちょっと変わり種のねこうお衣装とかがあったと思うんですけど、まあ、今回もその部類なのかなっていう。超越しすぎだけどね、この織姫。チュートリアル、キャラクターミューズ、頭上にハートが表示されているのはあなたのイブにいるキャラクターミューズです。こっちがコンピューターってことか。オンラインモードではいつもと違うコーディネートで現れることがあります。お、じゃあいつもはゲットできないアイテムがゲットできたりとかするわけだ。いい情報を聞いた。あなたと別のイブでコーディネートされた珍しいアイテムかもしれないので、ここでチェックしてみましょう。だってそうだよね、これのハート上についてる男の子、これがつまりコンピューター。そう、いつかね男の子の方でもちょっとこの動画内でやりたいんで。あー、ここもだ、かわいい。え、みんなフォロワー多くない？泉ちゃん、かわいい、ルーズソックスじゃん。いい、なんかさ合ってる気分になる。一人でゲームして画面とカメラの前で今こうやってやってますけど、お友達になれてる気分。わかんないよ、間どう思ってるか。はーい、ルカットお願いします。だって黒ドットなんでもかわいい。ドットだったかな、でも可愛い系が好きなんだ。そっち寄せたいね。甘辛コーデみたいなイメージ。甘辛のさ、定義がわからないんだけど。でもさ、なんかこれどう？なんかちょっと違う気もするんだけど。なぜ？黒、可愛い、あり。いや、ほんとごめん、アイテムがマジで少ないんだわ。あ、ドットあったじゃん。これドットっしょ。水玉柄。じゃあこれに黒にしよう。黒当ててこう。ほら、可愛い。いいじゃん。かわいいね。あ、そしたら私、あれ、イヤリング。これこれ。ちょっとドットの赤ドットに合わせて、どうなるかな。黒だったかわいい。メリハリの効いたカラーだって。え、これ、どこまで分析してくれるんだろう。また話しかけてね。だって。ありがとう。はやはやはや、痛い痛い痛い。え、獣医さん。なんだっけ。あ、獣医さんじゃない。なんだっけ。ポケモンの、ポケモンセンターにいる、わー、ジョーンさん、ジューンさん、わー、わかんないけど、の人じゃない？このお洋服。ちょっとナースさんチック？隣にラッキーがいそうな感じ？はい。メアちゃん、ありがとう。身長の感じとかも選べるからさ、よりリアルなんだね、この合ってる感じが。え、ちょっと待って、私さ、155センチなんですけど、それで合わせてるつもりなの？これ、一応。ちょっとさ、でかない？え、これ合ってる？まあいいよね、理想があるから。やっぱこれでみんなやった人がこうやって入るわけですね。じゃあポップアップエリアに行こう。ポップアップエリアに。チュートリアル、ポップアップエリア。オンラインモードのポップアップエリアでは世界中のプレイヤーブランドのアイテムがディスプレイに並びます。おお、すげえ。じゃああれか、他の人が作ったアイテムとか見れるんだ。アイテムボックスで R スティックボタンのポップアップを押すことでおすすめアイテムとして世界中のイブに発信されます。だって、ここに並んでるのがみんな世界中のプレイヤーが作ったアイテムとかってこと？だって見たことないのいっぱいある。チョコレートジャンパースカート。めっちゃ可愛いね。あ、これでもらえる。おぉ。スタージャン。いいわ、これ。めっちゃ可愛い。わぁ、可愛い。ギンガムチェック。ポンポン付きショートカーで可愛い。うわ、なんかちょっと韓国系。いや、私は、わかんない、わかんない。韓国、あんま詳しくないからわかんないけど、韓国のさ、制服着れる？レンタルできるところとか、こういうのない？
おお、これもドレスだ。あ、コセって使えそう。ウィッチケープ。ケープとか今までなかったよね。これかわいい。クリスマスコーデできそう。え、めっちゃアイテムゲットできんじゃん、ここ。超いい。サモエ・ド・シュナイザー。この方は、ワンワン？はい、オールアイテムいいね。これどういう意味なんだろう。1,2,3,4,5 とかあるけど。うわ、かわいい。水玉。さっきの水玉の子にこれやらせたかったよね。これ着せたかった。いやー、タイミングだ。もう一回コーデしたいな。でもオンラインだからもしかしたらまた会えるかもしれないってことよね。